ちは真っ白な世界にうんざりしていました。つまずいたりすねをぶつけたり家がわからなくなったりするのにうんざりしていた彼らはやがてあらゆるものに色を塗り始め王様の真っ白な庭を台無しにしました。その結果王様は魔法を持たない絵筆を禁止し一月の間王国に影を描くと誓ったのでした。